皆さんごきげんよう。えー、世界の構造語っております。もう図を出さなくても頭に浮かびますかえっ、ー、と、今回はある程度、えー、ご覧になっている皆さんにもしっかりと学んでいただきたいと思ってます。えー、まあ、なんていうかな、聞きっぱなしで終わりっていうわけじゃなくて、 そういうわけではなくて私がこう申し上げました世界が頭にこうイメージとして浮かぶようにしていただきたいんですね <laughs> なぜかというとそうしないとこれから先の話が全然頭に入らないからですねえつまりあの骨格土台がしっかりと頭の中に入っていないと私がこれこれですあれあれですというような言葉がその背景の中にちゃんと位置づけられないんですね そうすると私が申し上げているこれからまあ何十回か続くシリーズの知識があのなんかこうバラバラに頭の中に浮いてるだけということになって結局つまらないし何の役にも立たないということになります。でそれを防ぐためにはまずはこの数回私が申し上げておりますこの世界像ですね全体を頭の中へ定着させていただきたいんですね。 だからそれをまあしつこいように私は申し上げますので、どうぞ皆さんそれをこう、えー、幾分の努力で頭の中へ移し込んでください。で、あ、もう浮かんでますかあの、筒状の二段構造浮かんでますね。で、上が丸くて真ん中に趣味線立ってるとよろしいですかそして、えー、前回、それに対して、えー、五道輪廻というのを申し上げました。その世界の中の、えー ュ、センブシュ、ジャンブ・ドゥビーパー、ー我々が住んでいるあの大陸の地下深くに地獄があって、そこから生き物の世界が上へ上へとこう存在しているんだと。地獄が深い地下にあって、そこでは地獄で苦しんでいる者たちがいっぱいおります。そしてそこからはるかに上へ上がっていきますと、えー、センブシュの少し低い地下のところにね、えー、わずか地下、あのー、 それほど深くないところにガキがいる本拠地があってそこからガキはまあゾロゾロと地表にも現れてきておりますそしてその地表にはあのガキのほかにもちろん人がおりそして畜生がおりますで畜生はその陸だけではなくて海にもおりますしその陸の上を飛んでいる鳥もいるという状態ですでえー そこまでで地獄や人や畜生の世界が終わりなんです。で、今度はその真ん中の丸い輪っかの真ん中に立っている趣味線に目を移しますと、その趣味線という大きな山の中腹にも、中腹に神々がいます。神々は、あの、千部州の我々の地表にも一緒にいる、神もいるし、もうちょっと上に上がって、えー、趣味線の 中腹にいる神々もいるし趣味線の上の頂上の地面を歩いている神々もいっぱいいるしそしてそこから今度はもうそれ以上は地面がありませんからそこから先は空中に登っていって空中に何段階も何段階もこれ20段階二十数段階あるんです二十数段階趣味線の上の空中にまあ居住レベルがありまして。 そのそそれれぞれに多くのの神々がいるんです二十数段階の上はどうなっているかというと上ではなくてそのさらに上位の上っていうかねあの空間的な上じゃなくてさらにハイレベルな神々もいてその神々は、えー、肉体がないのでないのでどこそこにいますというふうにらあの指さして示すことができない。 この世のどこかにはいるんだけれども我々とは直接関連することなくどこかにいるというそういう神々もいる。これが、えー、生き物のトップです。頂上です。そのどこにいるとも言えない心、えー、的な心の作用だけで生きている肉体を持たない神々。これがこの世で一番上に、えー、存在している生命体です。地獄から その上の神々まで全部をまとめて主情と言うんだと。よろしゅうございますかよろしゅうございますか何遍も言います。よろしゅうございますかこれ頭に入れなかったらこのシリーズ聞いても何の意味もありませんからね。それで、まだまだこれ何度も繰り返しあの説明をしなくてはいけません。これで終わってしまったんではね、まだまだわからないことがいっぱい出てきます。 えー、繰り返し繰り返しご説明申し上げますので、えー、繰り返し繰り返し、えー、学んでくださいで今日はその構造そのものをまず頭に置いた上で次に新しい概念を一つ皆様にご紹介をいたします、えー、今日一回では済まないと思います何回かに分けてこの新しい概念をご説明ご説明しますそれは何かと言いますと3階です3階3つの階 世界の界と書きまして三と言うんです、ね、えー、これはですねあのその筒状趣味線まあこれから趣味線世界と呼ぶことにしましょうねその全体の今ご紹介した世界のことをね趣味線世界と言いましょう真ん中の,あのおへその部分の名前をとってね中心ですから。でこのの趣味線世界の 生命体は五道輪廻ですから地獄から天まで五種類の生命が下から順番にあのいろんなところに住み分けて暮らしているわけですがこの生命体を別の視点で三つに分けて考えることもできるんですね。五道輪廻というのはもう姿形生き方が全然違う生き物が五種類いるということです。我々ととガキと 地獄は全然違いますからね、形態が違います。で、それに対してこれを別の区分で分けるという分け方があります。で、それが3階です。で、3つに分けるんですね。それ何を基準にして分けるかと言いますと、それぞれの生命体が持っている心の在り方、心の状態なんです。その現れとか生活形態じゃなくて、心がどんな状態であるかによって、 この生命世界を三つに分類することができるというんですね。で、どんなふうに三つ、あの、心の状態が区分できるかというと、これは集中度合いです。心の集中の度合いです。何にも集中せずに、ただぼんやりと、暴漠と生きている生き物たち。それから、幾分集中し、そして、その集中度合いがかなり なんていうかな仏道修行にも似たような近いような修行のその精神集中ができる生き物たちそしてさらにもっと集中している生き物たちという集中してない少し集中しているすごく集中しているという別にそんな言い方しないそういう3段階に生き物を分ける分け方もあるというんですね。 で、これを、あの、想像してわかる通り、下の方のね、地獄とか、我々、人とか、これどう考えても集中してないですね。集中してないです。もう、もう、ぐじゃぐじゃの暮らししてます。で、しかも欲望にまみれて暮らしてます。だからこれはさっきの3段階で言うと、どう考えても下に行きますわね。で、集中しているというのは、これは、あの、もう神様の天です。天の中の、 比較的よく集中している天の世界。これが2番目に来る。そして、天の世界の中でもすごく集中している状態の神これがトップに来るという。下から1,2,3がそういう順番で分かれていきます。だから、一番下の集中してないグループに、もう地獄から人。それからね、これ気をつける。天の中でも集中してない点というのがいるんです。 だから実は一番下の集中してない世界には地獄からちょっと下のレベルの天まで地獄ガキ畜生人下の方の神天それを全部まとめて一番下へ行きます。で2番目にその上に来るのがまあ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 集中しているというのがこれが神々の中でもちょっと上かなり上。 そして一番上に来るとものすごく集中している神々というわけですから、二番、三番という上の二つは全部点で構成されていることになるんです。よろしくお願いでございます。で、この三つの回のことを三階というんですね。三階と言います。もう覚えてください。四階式会無式会四階式会無式会です。字はこんな風に書きます。 欲望だらけの集中してないドロドロ世界の生き物。この生き物たちの世界を欲界と言います。もう私たちは欲界です。ここは欲界です。そして、その上が、かなり集中している神々の世界。それを色界、色界と言います。 一番集中しているトップの世界のことを無色界と言いますこの「色界」「無色界」の色というのはあの色即絶空の色です。全く同じ意味です。つまりこの色というのは物質要素です。で生き物について言ってるでしょ三階は。生き物についての分類だから生き物で物質があるとかないとかっていうのは何を意味するかというとこれは 肉体があるかないかという意味なんです。肉体があるかないか。で、だからこれ説明しますと、欲界というのは、もう私たちですから、肉体は当然あります。肉体を持っていて、その中に心があるけれども、心の作用があるけれども、それはもう、えー、全然集中してなくて、そして欲望のままに、欲望に操られながら、右往左往して生きている。これが欲界の生き物であります。 で指揮界というのは指揮は肉体だとすると肉体はありますという意味です指揮界は肉体はありますでも心の中は集中していてそして強い欲望は消えてますまあほわーんとした欲望は残ってんだけども私たちみたいにあれが欲しいこれが欲しいというふうにもう何て言うかな極端に目に見えるような形での欲望の表れはないという,うまあ あっさりと生きている神々の世界 <laughs> ということなんで,すで、さらに上位。これ上って言ったらダメなので、さらに上位の。どこにあるかわからないけど、なんでかっていうと肉体がないから。虫近いですから、この神々は肉体がないんです。肉体がないってことは見えないし、触れないし、どこにいるかわからない。だけども、精神作用だけはあるというんですね。不思議ですね。 なんか幽霊みたいな話なんだけども、これ幽霊じゃありませんよ。我々と同じ輪廻世界の同等な主張です。その中の無色界の神々、天というのは、肉体を持たず、そしてもちろん欲望も薄い。非常に薄い欲望しか持っていない。そういう神々。なので、肉体なしということで、無色界と呼ぶんですね。欲界、色界、無色界です。 で昔からねあのひどい言葉がありまして「えー、女3階に家なし」っていう言葉があるんですねご存知の方はあまああのご存知だと思いますあまりも今も若い人全然知りませんけどねこんな言葉使ったら駄目ですけどね「女3階に家なし」っていうのは、えー、女性というのはかわいそうな身分なんだと世の中で男の世界に比べてはるかに別、まあ、視されてかわいそうな目にあってるなんでかというと 自分の定めた家がないんだと。生まれた時には親に従い。嫁入りすれば夫に従い。年を取れば子に従う。誰にも、いつでも誰かに従わなければいけない独立した生き方ができない人たちなんだというひどい言い方ですね。で、えー、そういう、その女性が、 まあなんか自立できない存在だということを示す昔の言い方で、女三階に家なしという言葉があります。この三階が四階式会、無式会であります。つまり、この世界は三階でできているわけだから、あの、階に家なしということは、どこ探しても家がないですという、そういう意味で使ってるんですね。使ったらダメですよ。あの、昔の参考資料として言ってるだけですからね。 はい、えー。そういうわけでよろしい。で、あの、詳しいことは次回から申し上げますけれども、大枠言っときましょう。えー、欲界はもう一度言います。地獄、えー、ガキ、畜生、人、そして、そして、神々の天の中でも低いレベルの、もっと言うと低いところに住んでいる神々。それを全部まとめて、これが欲界であります。 で、その神々の一段上から、もう一つ上上がりますと、そこから、今度は欲望の薄い神々が住むことになって、これを敷きと言います。で、この敷きがまたその上にずっとあります。十何段階あります。で、それが全部終わりますと、そこで肉体を持っている生命の世界が終わります。これもう上の方は全部空中で。 でしながら生きてるんですよでそこで終わりです。でさらにそこから上位へ行きますともうどこにあるかは端示すことできないけれども肉体を持たずしかも心はやはり欲望が非常に薄くなっている状態の神々がまた上に上上,上位にいるこれが虫歯科なんだというわけです。だから欲会と引き会は あの空間的に下上という関係ですが虫歯科になりますともそのその他ふわふわというそういう感じで、えー、上とも言えないけれども精神集中のレベルが上のそして肉体のない神々がさらにいるんだということであります。よろしいですか。ですからこれをあの前回の「趣味線世界二0 そのあの筒状構造趣味線世界の中にこうなんていうか配当していくことできるでしょうできますねできますね <laughs> 次回そのご説明をいたしますがもし、えーまあ、時間がありましたら自分で一度配当してみてくださいどあのあの図形のどのどれが四階でどれが四階会でっていうことですねであの,あの図形の中には四階会までしか入りません なぜかというと図形で表す、図で表すということはもう物質で表しているわけだから、あの、あの趣味線世界の中に無機界はここにありますということはそれは言えません。だから機はあの図の外の <laughs>、っておかしい、ね、あの図のどこかに全体としてふわふわあるというぐらいのイメージでしか捉えることはできない。なかなか難しいですね、無機界だけはね。だからまあそれは置いといてもいいから、 ともかく、あの、趣味戦世界の中に一度、えー、今日お話をしました3階をちょっと当てはめてみてください。よろしくお願いします。じゃあ、その、えー、4階から順番に個々の説明は、えー、次回あの、詳しくあのあの説明していきたいと思います。今日はこれでご嬉します。ごきげんに。